だが死んでるのはただの蛇。ゲーム感覚でもいいじゃないの。最低かよ。次の日、とぐろ巻いて寝てるよ。大変だ、旅館が火事だ。え、唐突すぎるよ。まあ、火事は唐突だよ、大体。火元はどこなの？フロントだよ。フロントが燃えてるんだよ。フロント？厨房とかじゃなくて。急いで裏口に避難しなきゃ。その避難用の裏口も封鎖されちゃったよ。え？至急ロビーに移動します。はい、ロビーに移動。ここで二度寝するとか勇者すぎるやろ。火事は？火事なら今収束したところだ。思ったほど大きな火災じゃなかったみたいね。あ、この俺が早期に発見したおかげだぞ。なんで早期に発見できたんだ？早期の消火活動を感謝する。てめえのマッチポンプ劇場じゃねえだろうな。無言。ちょっと考え込む感じ。命の恩人に礼もなしか。蛇は薄情な生き物よ。いや、まあ私が俺を言うようなことでも。例の凶悪犯が放火したとみて間違いなしそうね。この旅館、いろいろ怪奇現象が起こるけど、火災は初めてだな。それにこの放火活動、放火活動放火騒動、何か違和感があるよ。放火する時間帯がおかしい。放火する場所がおかしい。時間帯は別に何も思わんけど、場所？そうだよ、放火場所がおかしいよ。放火するならもっと目立たない場所で放火するはずだけど。フロントなんて一番目立つ場所を放火したらすぐ発見されるのは目に見えてるよ。そもそも火元は何だよ。フロントの用具入れにあるロープが出火原因のようだね。ロープ？一番燃えやすそうなロープに片っ端から火をつけてったに違いないよ。ロープを燃やした理由、燃えやすそうだったから。脱出道具を立つため。次元型導火線方式で引火。あー、あ、でもこれ、あ、レベルがアップしたそうだよ、次元式に発火するトリックでアリバイをずらした可能性もあるよ。ここでハンターになすりつけるつもりか。それより、こんな緊急事態に肝心の刑事は何してるんだ？全くやってこんけど。裏口だよ、封鎖されちゃってるからね。至急裏口に移動。誰だよ、こんなとこに扉を3枚も設置してってやつは。どういうこと？どういう状態？扉を設置？めっちゃ時間かかるんじゃない？凶悪犯に決まってるだろう。しかも違う種類の扉が3つ。ご丁寧に扉3枚とも鍵がかけられているようだ。玄関は雪崩、裏口は3枚扉。これで完全に閉じ込められたってわけだな。他に窓とかはないの？ないよ。雪崩が入り込まないように取っ払っちゃったよ。そんな窮屈そうな旅館ある？2階は？2階自体がないんだよ。過去に雪崩で流されちゃったからね。どういうこと？電話で救助を要請するとか。電話線が切られてるよ。犯人が放火のついでに切ったようね。だったらスマホで救助を呼ぼうかしら。県外で Wi-Fi 飛んでないし、通信障害も起きてるよ。呪い以前にこの旅館のずさんなクソ管理体制をどうにかしろよ。こんなんだから凶悪犯に利用されてんだろうが。旅館に閉じ込められたところで何か発言しよう。旅館に監禁された件について、凶悪犯はまあこの中にいるんじゃないか。実際火事も起きたし、扉もなんか設置されとるし。そうだよね、監禁されたってことはやっぱり凶悪犯がいるってことだよね。いや、むしろ逆だよ。発想を逆転させたまえ。そういえば逆転がどうのって言おったな。この3枚の扉は凶悪犯がいないことを示しているのだよ。あ、凶悪犯は出て行ってこの扉を設置したってこと。凶悪犯がいない？だったら誰が扉を設置して監禁したのさ。もちろん凶悪犯だよ。え、凶悪犯はいないって自分で言ったばかりじゃないか。まあ確かに今この場所におったら自分も一緒に監禁されてることになるしな。え、でもじゃあおらんなった人がおるってこと？それかやっぱり最初に出てきてなかった誰か潜んどった人ってこと？凶悪犯はいないというのは凶悪犯が逃げた後ってことだ。
この無敗の刑事に恐れをなしてな。そして刑事が追ってこれないように鍵付き扉を三重に設置し、旅館内に隔離したわけだ。三重にも施錠するほどこの無敗の刑事は恐れていたのだろう。そうね、旅館が燃やされかけたって点でも犯人は外に逃げてると考えるのが自然だわ。確かに自分も燃えたかもしれんしな。それに凶悪感が残っているならうちの探知犬が反応しているはずだ。一晩経過して鼻詰まりからも回復してるからな。その探知犬が反応しないのなら凶悪感はとっくに逃げていったのだろう。つまりは今朝になって旅館からいなくなった者こそが凶悪犯だ。誰がいなくなった？いなくなった人いる？誰かいなくなった人いるの？人間のお客様は全員残ってるわね。それにミミズ、ムカデも残ってるわ。大きいヘビもおるし、あと、あの毒ヘビもおるよ。残念ながら。残念じゃねえわ。ヘビの客も全員残ってるよ。誰も減ってないようだね。そこは私にはわからない。そうなると凶悪犯はもともと旅館内に隠れていたのだろう。じゃあわからんやないか。そして見つかる前に逃亡を図ったわけだ。意義ありって言っとこうか。旅館に隠れる場所がない。外は大雪だから逃走不可。まあ、確かに外は大雪だから逃走不可。そうだよ、外は猛吹雪だから逃げるなんて無理だよ。ああその通り、外の猛吹雪を考えれば逃げるのは無理だな。え、凶悪犯は逃げたって自分から言い出したことじゃないか。ああ凶悪犯は逃げた。そして猛吹雪の中力尽きたのだろう。つまり円満解決だ。そうなの？いや逆に危険だよ。猛吹雪ってことは旅館に凶悪犯が引き返してくる可能性があるよ。いや発想をさらに逆転させたまえ。この旅館は3枚の扉と雪崩の防壁で守られているのだよ。もう外からは誰も入ってこないと。予想外の猛吹雪で凶悪犯が引き返してこようとも、この旅館こそ一番安全な場所なのだよ。え、でも犯人は鍵持ってんじゃないの？何が鉄壁要塞だ。出口のないシェルターは監獄池だぞ。まあ玄関の雪崩に関してはあと3日もすれば解け始めるだろうよ。3日もこんなボリ旅館で過ごすのかよ。文句ばかり言うなら帰れよ。帰れんやろ。帰れねえから文句言ってんだろうが。まあ3日の我慢で帰れるならそれまでに辛抱だよ。おや、こんなところに何か置き紙のようなものがあるわね。メモ？凶悪犯が残したものかね。その横は何なんやろ。 ATM なんかな。その置き手紙には何と書かれてるんだよ。この旅館は2日後に爆発すると書かれている。爆弾まで。しかも3日後ぐらいから溶け始めるっていうのに間に合わんやん。今度は爆弾かよ。凶悪犯が逃走ついでに爆弾まで仕掛けていきやがったのか。放火が失敗した際の保険だろう。用意周到な凶悪犯のようだ。どんだけこの旅館に恨みが。もう呪い呪いと騒いでた頃の方が平和だったよ。それほど慌てることもあるまい。爆弾犯にしてはタイムリミットが2日と悠長ではないか。それにこの置き手紙にはまだ続きがあって、ご丁寧に爆発の解除方法まで記載されているのだよ。解除方法？親切な爆弾犯だな。解除方法は、金の扉を解除すれば、同時に爆発も解除されるそうだ。金の扉っていうのは、あの、一番外側の扉のことか？一番奥の扉だよ。これじゃ脱出するのと変わらないじゃないか。解除方法には続きがある。救済用処置として、そこの ATM から指定の口座に7770ゴールド振り込む罰金の扉が解除される仕様らしい。どんな？お金目当て？何が救済処置だ。結局凶悪犯とやらの正体は単なる振り込め詐欺じゃねえか。逆に考えれば朗報だろう。凶悪犯の動機が金なら対処しやすいからな。そして金を振り込むだけなら爆弾地点を見つける必要もない。7000ゴールド以上か。手の届かない額じゃないけど高いな。これはお金をめちゃくちゃ集める感じ？そんなに集まるか？
このボロ旅館に泊まりに来る客層に合わせた限界の額なんだろうな。ミミスのような下等生物が泊まりに来れるほどの旅館だからね。その旅館の売り上げとかは、俺は1円たりとも払わんぞ。玄関の雪崩が溶けるまで待てば誰に出しできるんだからな。え、それまでに爆発するんじゃないの？意義あり。玄関の雪崩が溶けるのは3日後、旅館が爆発するのは2日後、旅館が爆発するのが先。レベルが上がった。レベルどこで見られるの？てか何のレベル？腕力レベル？推理レベル？推理よね多分。そうだよ、雪崩が溶ける1日前には旅館が爆発しちゃうよ。それでも金は出さんぞ。どんだけだよ。命より金か。凶悪犯に課金するくらいならこの旅館と心中してやるわ。凶悪犯に課金。旅館側としてはムカデと共に心中するなんてごめんだよ。とにかく早く脱出したやつが優先的に金を出せばいい。他人事だな。こういう場合、旅館か警察のどっちかが率先して振り込むもんじゃないの？それだったら警察側の仕事だろう。ああ市民の安全のために的なことを発言しとった。いやいや、我々警察としては犯罪者に屈するわけにはいかんのだよ。いやーでもとりあえずなんか言うことを聞いた風にするもんじゃないのか。旅館こそがお客の安全のため振り込むべきだろう。めっちゃお互いにクソしかいねえなこの旅館は。爆弾さえなんとかなればな。爆弾を探す方法何かあったはず。金属探知機ダウジング警察犬。この中で出てるのは警察犬だけやと思うけど。そうだよ、警察犬だよ。その犬、重度の危険物なら遠くからでも見つけられるって言ってたよ。無理なのだよ。この警察犬は外部エネルギーを感知しているから。爆弾を発見できるタイミングが、爆弾が爆発してる真っ最中ってところだ。へえ、役に立たねえ。クソの役にも立たない犬だな。それ以前に爆弾を発見したところで解体できるものもいないしな。ところで、凶悪犯の動機はお金のようだけど、今日一連の凶悪犯の行動、矛盾してる気がするよ。矛盾？凶悪犯の動機はお金。今日一連の凶悪犯の行動。え？私にはわからないの。何？矛盾してる気がしたけどな。え？そんな簡単に折れるの？聞かせてよ、その矛盾を。あなたのターンになりました。何もしない。7770ゴールド振り込む。セーブする。私、所持金150しかねえんだ。え、この時点で7770ゴールドを持ってるっていうパターンもあるの？そんな集まるとこあった？なんか。一応押してみよう。振り込むのかい？太っ腹だな。お金が足りません。ですよね。なんだよ、ぬか喜びさせやがって。金の扉以外にも2枚の扉がある。そっちの対策も考えておいて損はないだろう。手前の木の扉程度ならバールがあれば壊せるわね。ふんふん。ってことは、ムカデ。なら話は早い。バールを持ってきてくれや。バールは一つ500ゴールドだよ。おいおい、こんな非常事態に金取る気かよ。こっちだって客商売なんだよ。いや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 、命。500ゴールドで販売されています。購入しますか？ないんだよ、金が。一応購入って選んでみよう。所持金が足りないようね。まあ、木の扉程度ならどうにでもなる。厄介なのは鉄格子だ。こいつは普通のバールでは壊せない。バールの中でも、鉄格子に特化した最後のバールでしか破壊できないからな。何それ。なんか伝説の道具みたいなの。最後のバールに関しては、うちの旅館でも販売しとらんよ。まともな旅館は普通のバール自体販売してねえわ。いや、てか、ムカデが持ってたバールはどうなったの？最後のバールについては朗報がある。昨夜、6号室のムカデの荷物検査をしたところ、その最後のバールが発見されたのだよ。あ、なるほど、それが、なんでそんなもの持ってんの？売り物って言ったっけ？なんだ、それなら鉄格子問題も解決ね。5000ゴールドだ。は？バールは売り物だって昨日言ったよな。5000ゴールドで売ってやるよ。
非常事態なんだから脱出に協力しなさいよ。だから協力してるだろうが、最後のバールを売るっつ一番重要な役割でな。それでも5000ゴールドはぼったくりだよ。そのバールの適正価格は2500ゴールド程度のはずだよ。そんなに伝説のアイテムっぽい感じでもないんか。他人の足元見て値段を釣り上げる転売屋の手口ね。刑事さん、この犯罪者逮捕しちゃってよ。おいおい、救世主に向かって犯罪者とは何事だ。俺の持ってきた最後のバールのおかげで脱出できるんだからな。そのバール自体もどこから盗んできたことやら。最後のバール、いや金がないんだって。お金が足りませんですよね。鉄格子をよく見るとこれぐらいの隙間、蛇ならくぐり抜けられそうだな。一見くぐれそうだけど無理だよ。鉄格子にはくぐり抜け防止のため蛇とかの毒が塗り込まれる仕様なんだよ。どういう、蛇とかの毒でくぐれない。発想を逆転すれば蛇以外ならくぐれるってことだな。あ、じゃあムカデとミミズはいけるってこと。人間にくぐれる隙間ではないぞ。赤ん坊だとしても難しいだろう。いや、お前。まあ、鉄格子の問題はこの際後回してもいい。雪崩さえ解ければ解決する話だからな。いや、だから、爆弾。結局問題なのが金の扉だ。この扉もバールか何かで壊せばいいんじゃないのか？金の扉はどんなバールでも壊すことはできるんだよ。赤ゾロ扉とも呼ばれ、設置した張本人以外解除は不可能だ。つまり7770ゴールド振り込むしかないってことか。その振り込む先の情報から凶悪犯の情報を特定できないのかな。命の救世主 X という名義を使用しているようだ。命の救世主、どういうこと。救世主だ。たかが振り込む先会社が大将の名前つけやがって。命の救世主 X？ 何、有名？過去に聞いたことのある名前ない。過去にもその救世主 X に金ぶん取られたのか。全然救世主じゃねえ。逆よ。昔この旅館に多額の寄付をしてくれたのが命の救世主 X なんだよ。え？その救世主 X が昔寄付した額を今になって請求してきた。貧乏になったんかな。詐欺ということは当然過去に寄付された額は7770ゴールドより少ないんだろう。それも逆よ。もらった額の方が多かったわ。しかも100倍、70万ゴールド以上の援助を受けたわ。70万ゴールド以上の寄付？ 70 万も援助を受けた割にはボロい旅館だな。あんたは黙ってなさい。懐に入れたか、おかみさんが。まあ今回の犯人は別人、その救世主 X の名を語ったのだろう。その手紙の書式や番号を見る限り当人のような気がするけどね。当人だろうが別人だろうが、請求額の方が少ない分には儲けもんではないか。普通の詐欺は請求額の方が増えるものだ。あながち救世主かもしれんよ。まあでもそれから時は経っとんやろ。きっとそのお金はもう使ってしまったんよね。それに一番奥の金の扉、一部純金が使われているようだから売りに出せば1万ゴールドにはなるぞ。7770ゴールドを振り込ませるために1万ゴールドの扉を立て逃げ。ここで初めて矛盾が出たんじゃない。そうだよ、計算が合わないよ。1万ゴールドの扉で7770ゴールドバックじゃ犯人側が損するだけだよ。つまり凶悪犯は金目当てではない。そうだよ、金目当ての犯行じゃなそうだよ。金目当てだったら請求額を扉代の1万ゴールドより上に設定するはずだよ。いや、もっと現実的に考えたまえ。例えば実家の邪魔なタンスが7割程度で売れれば大儲けだろう。それと同じことだ。発想を逆転させれば7割でも十分利益になるのだよ。じゃあいらんかった扉をここにつけたってこと。俺らはゴミ捨てついでに閉じ込められたってことかよ。いやでもそれなら1万ゴールドで売りに行けばよかったんじゃね。あなたのターンになりました。そろそろ真犯人を特定できるのでは。早くね。凶悪犯は、分からん、特定できないですけど。
まだ凶悪犯を特定するには情報が少なすぎるな。とにかく3つの扉全てが金で解決できるから心配いらんよ。脱出プランについては温泉でも疲れながらゆっくり考えればいい。ゆっくりとかしてる時間あります？2日で爆発するよ。事件は金で解決する方向で話し合いが終わりそうです。最後何か発言しますか？わからない。発言しない。それではこれにて解散とする。宿泊部屋に戻ります。とはいえそんな金はないですけど、またあっちの蛇と間違えおった。あ、でレベルが結構上がったんよね。スキル割り振りで。レベル0。これさ、スキルを割り振ったら毎回レベル0に戻るの？で、推理レベル20。どういうことだ。とりあえずセーブして、今回はなんか寝れないね。この旅館には温泉があるから入っていってね。のんきー。この旅館には温泉があるそうだよ。体調が悪いから今から温泉に入ってくるよ。お、いなくなった。温泉に入りに行ったな。わからないことがあったらその辺にある電話機を利用してね。お、レベルが上がった。この旅館に凶悪犯がいるとかいないとかよくわからんが、無敗の刑事もいるからなんとかなるだろう。おらんくなった。そんな信頼できます？あの刑事。あれ、レベル上がったんじゃなかったの？何のレベルが上がったのさっき。レベルアップって出たよねさっき。何も割り振ってないのにレベル0になったんやけど、どういうこと？さっきまでこんなカウンターあった？メロンソーダがある、飲みますか？いや、いいよ。凶悪犯はいなくなったみたいだからゆっくり温泉に入ることにしてよ。いやいや、みんな爆弾の存在は覚えてますか？なんかみんな続々といなくなっていくけど。またお金。ヘビボールという鉱石は1個だけでは役に立たないけど、複数を集めるとエネルギーが融合されて願い事が叶う言い伝えがあるよ。何そのドラゴンボールみたいな。凶悪犯が本当にいなくなったのか疑問だよ。まあいなくなってないと。いなくなってるのか分からん。これ絶対殺人事件が起こるパターンのやつだよ。てかみんな死ぬんじゃね？爆弾だもの。狭い旅館だけど温泉があるから我慢するよ。狭いんかな、これ。青リンゴがある、食べますか？経験値が増える。レベルアップ。何？大変だ、事件だ。大浴場で殺人事件が起こったらしい。まだ全員に話を聞いてない。大浴場に向かいます。ヘビが、さっき向かったやつ、なんか微妙に色が違う気が。死んでるわ。温泉から出た後に殺害されたようだね。やっぱりこの旅館にはまだ凶悪犯が潜んでいるんだよ。事件が起きたところで推理パートまがいのモードに入ります。推理パートまがい。ルールは簡単。選択肢の中から行動や発言選ぶだけです。まだ練習段階なので、よほどひどい選択をしない限り HP が減る心配はありません。選択肢で HP 減るの？逆に選択次第では経験値やお金をランダムで獲得することもあります。あ、お金ももらえるの？マジで？早速あなたのターンになりました。発言する。おや、そこの蛇が発言したいそうだよ。なんかめちゃくちゃこっちの顔色を見てくれる客が。さっきから犯人はこの中にいる。これは密室トリックだ。この旅館は呪われている。犯人はこの中にいる。
この蛇仕切ろうとしてないか。蛇の分際で仕切るなどズーズーしいにも程がある。なんでそんな叩かれるの。それにしても殺されたのが蛇だったな。不幸中の幸いね。人間が死んだのでなければ表立たにならないで済むわ。なんだよ、蛇の命より旅館のメンツが大事なのかい。当たり前だ、私にとっちゃ旅館が命なんだよ。もうお客さんに変わりはないのでは。事件があったそうだな。ようやくお出ましか、無敗の刑事さんよ。事件が起こってから来るなよ。無敗の刑事が来たならもう事件は解決しても同然だよ。てか事件を起こすなよ。刑事が来たところであなたのターンになりました。発言する。あら、そこのヘビが発言したいそうよ。刑事さん何か言いたいようだね。なんだね、言いたいことがあるなら言いたまえ。刑事ならさっさと推理したまえ。お前に言われんでも推理するわ。まずは被害者の特定からだ。ヘビや数が多く似たような外見ばかりで、どのヘビが死んだのかややこしいからな。旅館従業員のヘビは2匹中2匹とも生存してるよ。被害に遭ったのはお客さんの中のヘビの誰かだよ。一番最初に話したヘビかな、あの従業員以外で。温泉に行ってこようみたいな。5号室に宿泊してるヘビだけど生存してるよ。8号室に宿泊中のヘビだよ、生存してるよ。なんか温泉に行ってこようかなみたいなの言ったのもこの大きいやつともう1匹だけじゃなかった。9号室に宿泊してるヘビだよ、2匹とも生存してるよ。残るヘビ客は1号室4号室のヘビのどちらかね。1号室宿泊といえば探偵気取りのクソヘビだったな。私です。あいつが死んだのか。あなたの話題になっています。名乗り出ますか。名乗り出ます。そのヘビは1号室に宿泊中のヘビのようね。ってことは被害者は4号室のヘビで決まりだな。遺体の解析結果が出ましたよ。うん、ご苦労。そのワンちゃん遺体の操作もできるの。ああ、最先端の技術で何でも数値化可能だ。目立った傷は1つのみ。遺体の損傷具合から見てオーバーキル5と判明。何それ、オーバーキル 5? なんだかゲームの中の用語みたいだね。最先端技術では検視も数字で操作するんだよ。数字が一番手っ取り早く、数字は嘘もつかないからな。数字への信頼が半端ない。だからオーバーキル5って何なのさ。説明聞きます。オーバーキル5とは無駄なダメージを5も余分に受けて死んだ状態だ。まあそのまんまやね。例えば残り HP3 の状態で8ダメージ受けるとオーバーキル5になる。完全にゲームの世界の話だね。そんなゲーム感覚で推理するなんて、人が死んでるのに不謹慎だよ。ここでさっきの攻撃力が生かされてくるんじゃない？違う？人が死んでるならな。だが死んでるのはただの蛇。ゲーム感覚でもいいじゃないの。最低かよ。蛇の命を軽く見すぎだよ。失礼だよ。でもじゃあダメージ15ってこと？それか体力がすでに減った状態やった？実際蛇の命は軽いんだから仕方ない。ミミズには言われたくないな。ミミズの命はもっと軽いけどね。終焉間近のババアの命よりは長く生きてやるわ。それで遺体の損傷がオーバーキルだったことで犯人がわかるの？ええ、犯人を特定しましたよ。もう特定したの？最先端技術を駆使すればすぐに犯人を割り出せるんだよ。誰なのよ犯人は。まずオーバーキル5が成立する最小パターンはHP1、マイナス6ダメージ、イコールオーバーマイナス5。つまり、オーバーキル5に必要な攻撃力、括弧ダメージ数値は、6以上ってこと？そう、6以上だ。HP は最低でも1残っている状態が殺人条件だから、オーバーキル5には最低でも6ダメージが必要になる。続いて先日割り出した攻撃力データを見てもらおう。最先端の技術で割り出したデータだから正確な数値だ。一人しかおらんくない？ヘビ大型種しか。この中でオーバーキル5での殺害が可能なのは誰だ。あ、確かに、あの最初のヘビが温泉に行った後で、ヘビ大型種が温泉に行ったね。
そうだ、ヘビ大型種だけだ。オーバーキル5を叩き出せるのは攻撃力6の大型種のヘビのみ。ヘビ大型種は見たところ1匹しか見当たらないようだな。つまり犯人は確定したというわけだ。違うよ、殺してないよ、本当だよ。しかし他にオーバーキル5を出せるものは存在しないのだよ。意義あり？なんだそこのヘビ、意義があるなら言ってみろ。攻撃力データが間違ってる可能性。遺体を傷つけてオーバーキル5に見せかける。できるんかなそんなんが。そうか、遺体を傷つけてオーバーキル5に見せかければ攻撃力が低くてもオーバーキル5が可能になるよ。最初に言っただろう、傷は一つと。ああそっか、死体に傷をつけたら傷は二つ以上になる。つまり一撃でオーバーキル5まで持ってったってことだね。というわけでヘビ大型種を容疑者として事情聴取を行う。セーブがしたい。何？このタイミングでセーブだと？セーブよりも弁護を優先して欲しかったよ。セーブ画面を開くよ。セーブしたいって言ったらめっちゃ責められるんだが。再開したまえ。おかしいよ、動機がないよ。なんでヘビがヘビを殺すのさ。まあでも世の中はね、人が人を殺すから動機がなくても殺人は起こるものだ。わしが温泉であること、そしてその巨体が物語っているではないか。どうせ入浴後に残せて押しつぶしてしまったのだろう。温泉が小さいから順番待ちトラブルも多いのよね。この大浴場の中で温泉は右下の水回りサイズの部分だけなんだよね。宿泊部屋も狭けりゃ温泉はそれ以下だな。え、あの奥のやつは何なの？温泉じゃないの？狭くてもこの温泉には微量の HP 回復効果と解毒作用があるから人気なんだよ。微量なのか。それでいて狭いから入浴制限は1人まで。ヘビでも2匹までだから順番待ちトラブルが多いのよね。店員1名、ヘビでも2名。そうか、謎は解けたぞ。どういうことだい？簡単なことだ。ヘビは2匹まで OK というルール。そのルールに従って被害者と加害者が2匹で入るわけだ。人間でも定員1名の温泉に人間以上に巨大なヘビと2匹で入ろうものなら。なるほど、定員オーバーで被害者を押しつぶしたってわけだ。事故？押しつぶしてないよ、2匹で入ってないもの。そんなの死人に口なしじゃないか、卑怯なヘビだ。それを言うなら、この犯人探し自体がヘビに口なしじゃないか。憶測だけでヘビを犯人に仕立てて。わかった、訂正しよう。犯人じゃなくて、犯者と呼べば文句はありまい。呼び方の問題じゃないよ、殺してないもの。もう隠す必要はない。ヘビ一匹殺す程度では、大した罪にならないんだから。余計に失礼だよ。だけど、その大型ヘビが犯人だとしたら、例の凶悪犯もそのヘビってことかい？そのヘビが扉を3枚も設置して監禁するような凶悪犯には見えないな。おっと、言い忘れていた。手前の木の扉のみだが指紋鑑定の結果が出ているんだよ。誰の指紋がついたのさ。指紋は一切検出されませんでしたよ。何だい、手がかりなしかい。いいや、発想を逆転させたまえ。指紋がないことが大きな手がかりになる。犯人がヘビだってことの手がかりにな。でも何かしら触れた跡があるのでは。指紋がないだけでヘビの犯行だと決めつけるのは早計すぎるよ。ミミズやムカデにも指紋がないし、人間だって手袋を装着すればいいんだし。そこのハンターも手袋してるね。職業柄手袋をつける習慣があってな。それ以前にヘビが扉を3つも設置するって話が無理あるな。あれ、そういえばハンターも話した後でどっか行ったよね。温泉行ったんじゃないの？そうだよ、ヘビがこんな重たい扉をいくつも設置するなんて無理だよ。多分この殺されたヘビとその次に向かった大型種のヘビとあとハンター、この3匹が3匹ハンターも引きって数えたけど、この3体が温泉に行ったよね。その通りだ、ヘビには重たい扉だ。じゃあヘビには無理ってことじゃないか。ああ無理だろ、普通のヘビにはな。そこで大型種ってこと。つまり扉設置をやって抜ける犯人像は大型のヘビに絞られるわけだ。
ヤブヘビここに極まれりだな。それにしてもさすがは刑事だ。一瞬で犯人を絞り込む最先端技術、無敗の刑事と呼ばれるだけはあるわな。どこそのヘボ探偵、失礼、ヘビ探偵とは違うのだよ。でもすっきりしないね。誤認逮捕ってことはないのかい？そうだよ、その刑事ヘビを弾圧したくて推理してるようにも見えるよ。何を言うか、被害者のヘビのために推理してやったというのに。死んだヘビも真犯人が見つかって喜んでいることでしょう。そうそう、被害者のヘビの気持ちを誰よりも理解しているから、心を鬼にして犯人を見つけ出したのだよ。それと俺も温泉に入りたいから、このゴミを早めに処理しておいてくれ。ゴミって言った。あのな、話し合いが終わってしまいそうです。何か一言発言しようか。真犯人はまだ。ヘビはしつこいな、空気読めや。それでは凶悪犯は逮捕されたということで、これにてお開きとする。真犯人は他にいるって言ったじゃないか。私一同解散。解散しました。ヘビの言うこと聞いてくれね。宿泊部屋に戻ります。あれ、さっきまでもあんなプレイヤーっていう表示あった？初めて気づいたけど。